こんにちは、フェルナンドこと拓也です。愛知県から飛行機で東京に行ってきました。なぜ飛行機かについては別途 JAL マイルでお得に移動をご覧ください。一泊二日の旅で一日目の今日は東京タワーとアメ横を観光します。それではどうぞ。4月24日日曜日、中部国際空港です。ちょっと離れた駐車場が安いのでそこから歩きます。歩くと約10分かかります。飛行機で東京まで行きます。マイルが溜まっているので無料で乗れます。あいにくの雨です。房総半島上空です。君津市の日本製鉄上空です。羽田に到着しました。約1時間の空の旅です。ちょっと変わった建物は東京航空局です。モノレールで浜松町に向かいます。浜松町で降りて東京タワーを目指します。手前に芝大門が見えてきます。アップにします。この大門は旧増上寺境内の総門でした。葵の門が見えます。三門で増上寺の注文にあたります。増上寺の配置図です。大殿と東京タワー、その向こうに虎ノ門麻布台プロジェクトの建築中のビルが見えます。徳川将軍家墓所を公開しています。千体子空で地蔵菩薩と言います。徳川家霊廟です。立派な門です。こちらから入ります。二代将軍秀忠公をはじめとする徳川家の霊廟です。戦前は広大な土地に個別の霊廟を持っていました。空襲で焼失し、現在はここにまとめられています。赤い帽子、前掛け、そして風車が絵になります。表情も豊かです。次に東京タワーに向かいます。過去に来ているはずですが覚えていないくらい昔です。ここでダイナミックパッケージのオプションのクーポンをオペレーションセンターで交換します。そのオプションですが本当にびっくりで100円です。
おまけにこのしおりももらえます。こちらのエレベーターはわずか45秒で到着いたします。スカイツリーが見えます。アップにします。増上寺が上から俯瞰できます。先ほどの霊廟は木の影になっています。虎ノ門麻布台プロジェクトの建築中のビルです。高さは完成すると日本一となる330メーターです。床がガラスになっている部分があります。この後もどうぞごゆっくりと過ごしてくださいませ。地下鉄で御徒町に行きました。目的はアメ横です。お昼はここの食堂にします。安くて美味しい、これで900円です。アメ横面白いところですよね。妻の弟夫婦と久しぶりの歓談をしました。そして池袋に来ました。学生時代は目白に下宿していましたが、池袋大都会ですね。大体メトロポリタン謎という名を名乗っています。本日のホテルメトロポリタンです。明日は鎌倉観光の予定です。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。